どうも皆さん、こんにちは。アコと申します。本日はね、ついに、なんだこれ、ボスのところ、ボス夜間へやってまいりました。すごいドスコイ、タコツボ侍。こいつをやっていきたいと思います。武器チクエストありっぽいんだけどね。やっていきたいと思います。生ゾウ取り返しに行くぜ、ベイベー。しゃ。やべべべべべべ。なんか言うてるな。言うてるけど、やっていきましょう。いくぞ。侍に対してこちらも刀で立ち向かいに行くというスタイルでね。なんだ？え、曲めっちゃよくね？タコツボ侍、いざ尋常に。おら、おら、うわ、危ねえ。なにあれ。ちょっと塗り進めていかないとまずい。どこ行った？あ、来る。おら、おら、逃がすかよ。とどめ。まだか。痛い。こいつめっちゃ強いじゃん。危な、危な、危ない。負けるわけにはいかんぜよ。ちょっとインクを回復しつつ。くらえ。やった。何？まだか。あ、これが答えか。ほら、よし、どうだ。一回倒した。二回目が来る。ん？おわい、来た。ん？あ、縦振りになった。おら、その程度のエイムで倒せるか俺を。回転切りだと、なかなか面白い。バイク了解。危ない。おら、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 回転切りが来る。離れてアタック、アタック。何、ジャンプ攻撃。うわ、びっくりした。オーケー、倒した。そうならひっくり返したら勝ちだけどな。そうじゃないんだよな。よっしゃ、うっさ、来い。プシューとなって、これラストかな。お腹つっかえて出てきた。縦振りからの回転、面白い。強そうだな。あの構え絶対やばい。お、やばいやばいやばい。何それ。三撃打ってくるのね。危な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 。回復回復回復を挟みつつ、痛い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 。
し、回復できた。縦振りが来る。うまくない。ジャンプ攻撃が来る。かわして、横振りもかわして、お、面白い戦い方するね。ちょっとインクがなかった。まだやんのお前。一回負けちゃったよ。ワンモア、ワンモア。めっちゃ強いじゃんこいつ。縦振りくる。まずはしっかり練り固めていく。練り固めていく。オッケー。場を固める。しっかり場を固める。横振りは回避できる。隙あり、隙あり、隙あり、隙あり。バイク来る。よし、かわす。危ない。オッケー。1、2、3、し、で横振り回避できて、おら、縦振り来る。縦振りはこう横に避けつつしっかりと塗っていく。塗り火を広げて、インクが切れた。横振りは回避できる。やった、とどめ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 。よし、倒した。終わりだろ。まだやんのお前。ん、なんかそうっぽくはないな。あ、爆発する。スプラトゥーンのこのバシャーンって感じほんと好きなんだよね。ピコリウムゲット。ドゥン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 。結構時間かかっちゃったな。ん？ふう、ちょっと焦ったわ。ともあれ、4号お疲れ様。ありがとう。それにしても、タコたちの基地、なんとなくガーリーになってない？センス変わった？引き、引き、せ。え？誰？ん？なんね？無線の調子が悪いのかな？捨てられたガラクタのせいで高粒キャニオンの電波が乱れてるのかもしれないでし。なにこれ。IKSM バンドと呼ばれる電波帯はいろんな製品で使われてるでし。特に電子レンジは強い電波が。はいはい。じゃあ使わないときは無線の電源も切っとかんとね。なんだったんだろう今の。ということで無事クリアしました。さあ、電源も切れたということで、バリーンとね、次のステージに向かうことができますよ。オーデンチダムズおらんかったね。次のエリアかな？次のエリアかな？ということで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。次のエリアに向かっていきましょう。じゃあ、バイバイ。次回、ロート配送センター。受けてるのかお楽しみに。